おとなしくて恥ずかしがり屋だった少年から、世界中が熱狂するダンス歌手に、12回のオーディションに落ちたが、ソロ歌手としてデビュー。2002年新人賞の主人公に。정말감사드리고요。人気歌手から俳優に。2004年最高視聴率 40% を超えるドラマに出演。日本をはじめアジア進出。2005年8都市ツアーで15万人の動員。アジアを超えアメリカにまで広がる人気。2006年タイム誌の世界で最も影響力のある100人に選ばれる。2010年忍者アサシンでアクションスター賞を受賞。 It's amazing. Appreciate it. アンジェリーナ・ジョリーから賞賛を受けた彼。そして2011年10月11日軍入隊。スターレインから一人の韓国男子として義務を果たすためファンに別れを告げた。これから2年間とてもとても会いたくなる人、今回のミュージックファイルのアーティストレインに会いに行こう。여러분안녕하세요 Mnet ミュージックファイル古山紗友紀です。新大久保にやってまいりました。相変わらずのにぎわいを見せております、ここ新大久保です。さてアメリカの代表的なチャートといえば皆さんもご存知ビルボードですが、そのビルボードにですね、なんと K-POP 専用のチャートが新たに設けられました。韓国では非常に大きなニュースになっておりますけれども、アジア部門で J-POP の次に作られたチャートがこの K-POP ということでございます。まあ、随分前から J-POP が世界市場でその可能性を認められていたようにですね、今回この K-POP のチャートがビルボードに載ったということはついにその可能性を認めてもらえたということになるんでしょうかね。さて毎回さまざまなジャンルの K-POP の魅力をご紹介しておりますこのミュージックファイルなんですが、今日ご紹介する K-POP アーティストは日本はもちろんアジアで、そしてアメリカ、さらにはドイツでもさまざまな国で人気を誇る歌手でもあり俳優でもある、そうあの方ピ・レインさんをご紹介いたします。僕も何度か一緒にお仕事をご一緒させてもらっていますけれども、まあ決してね口数の多い方ではございません。むしろ肉体で語るというタイプだとは思いますけれども、その彼はですね、何と言ってもそのひたむきに高いパフォーマンスを誇るために努力する姿というものが僕にとってはもう特別に輝いていつも見えておりました。いつも本当にすごいなというふうに感じさせてもらっています。さあそんなレインピの魅力、まあ十分すぎるほど知っているという方多いと思いますけれども、それでももっと知りたい、そんなあなたのために今日のミュージックファイルをお届けいたします。彼の音楽のことを全て知ることのできる K-POP アーティストレインのスペシャルミュージックファイル。本格的に始める前にまずは2曲彼の曲をお届けいたしましょう。ヒット曲です、君を捕まえる歌、そしてヒップソング、続けてご覧ください。どうぞ。오늘도사성이는너의집화가나는거나는힘든데나는힘든데이렇게나는어쩔수없어내마음을돌리긴너무늦은걸끝나버렸어끝나버렸어어쩔수없어어쩔수없어이제우와와한순간내몸에익숙했던네손이날아직도널사랑해나는어떻게
日本でもさまざまな活動を通じて人気を集めていますレインですから、今日の場合は視聴者の皆さんの方がレインについては詳しいのかもしれませんね。さて、そんなレインの人気について、その原因理由はというふうに考えた時に、誰もが語る一言があります。それは何かと言いますと、練習の虫という言葉です。とにかく彼の場合は朝から晩まで練習ばかりしていたということはもう伝説となってますよね。でこれにつきまして、ビーストや4ミニッツ、それから 2PM、 さらにはレインなどを育てた、現在はキューブエンターテインメントで働いていらっしゃいますプロデューサーさんが書いた本によりますと、仕事の終わりが夜中の2時だったとしても、その日の練習量を満たしていなければ寝ずに練習をしていたという逸話があるそうです。また他の練習生との違う点としまして、レインの場合、歌やステージのその構成にかける努力ですとか、それから10年後を見据えて自己啓発をおろそかにしない姿などが紹介されていたんですね。まあ、僕もですね、似たような話をレイン、それから親しい人から直接聞いたことがあります。こんな話です。ある日練習室でご飯を食べていたそうなんですが、突然立ち上がってですね、ダンスをし始めたそうです。その後ご飯を食べずに何時間も踊り続けて、そしてまた踊り、結局新しいダンスを完成させてからようやくペコッパーお腹が空いたとご飯を食べ始めたというね、すごいですよね。それからですね、日本で行われましたとあるファンミーティングの際に僕 MC を務めさせてもらったんですが、彼に打ち合わせを兼ねたインタビューをしに行こうと思って控室に入ったところ、そこでもずっと練習をしておりました。その姿を見て、本当に彼はプロフェッショナルだなというふうに感じたことを僕は今でも覚えております。熱心で、そして堅くなな心を持つレイン、周りの人は苦労が絶えないと不満を漏らす人もいるそうなんですが、それでも彼のそばを離れる人は一人もいなかったそうです。デビュー当時から、いや、レインとしてソロになる前のその男性アイドルグループファンクラブの時代から、夢に向かってひた走ってきたこのレイン、今でこそ周囲はこぞって彼は成功したというふうに言いますが、まだまだですという、そんな彼を見ていますと、これからもどんどん大きな人として成長していく、そんな可能性を見ることができますよね。さあ、そんな彼のデビュー当時から今に至るまでの軌跡をアバウトレイン、次のコーナーを通じてもう一度整理していきたいと思います。